皆さんこんにちは、ファニーコーヒーの児玉です。本日はこの夏おすすめの器具カリオウォータードリッパードロップをご紹介いたします。ハリオウォータードリッパードロップは簡単お手軽に水出しアイスコーヒーをお楽しみできる抽出器具になります。水出しとはお湯だけではなく最初からお水で入れる低温抽出方法になります。ゆっくり時間をかけて抽出を行うので高温による酸化を防ぎ苦味や渋みの元になるタンニンやカフェインが溶け出しにくいので苦味や雑味が抑えられます。そのため口当たりが滑らかで甘みがありまろやかな味わいとなりコーヒー豆本来の味や香りをお楽しみいただけます。それでは使用方法をご説明していきたいと思います。まずは下ボウルにストレーナーホルダーストレーナーをセットいたします。この時にホルダーの溝にストレーナーをきちんとセットするようにしてください。この際メッシュ部分を強く押さないようにしてください。破損の原因になります。次にストレーナーにコーヒーの粉 50g を入れていきます。粉を入れましたら全体が湿るように水を注ぎます。目安として粉と同量 40g から 50g のお水を注いでください。この時 2,3 回に分けて入れるのがポイントになります。しっかり粉が馴染みましたら表面を平らにしてあげてください。平らにいたしましたらこの上にペーパーを置きます。この際ペーパーは濡らす必要がありません。次に内ホルダーと点滴パーツをセットします。この際しっかり中まで押し込んでください。押し込みましたらフォアボールに内ホルダーをセットしてください。この際しっかり溝にはまるようにセットしてあげてください。セットしましたら下ボールにフォアボールをセットします。いよいよお水を注ぎます。フォアボールの四角い目印まで水を注いでいきます。お水の量のおおよそのミリ数は630ミリになります。印までお水を入れましたら最後に蓋をしてください。この状態で45分から1時間で抽出が終わります。点火が極端に遅い場合や余ってしまう場合は点火パーツを再度セットし直すとしてください。ポタポタ落ちるコーヒーを見ながら癒されるもよし、抽出している時間を有効に使うもよし、ぜひ美味しい水出しアイスコーヒーをお楽しみください。